します。赤澤亮生君、はい、赤澤君。ただいまの西村大臣の緊急事態宣言延長の説明を踏まえて、早速質問に入ります。緊急事態宣言が延長されるということは、5月7日以降も経済や生活への極めて大きな打撃が続くということであります。4月30日に令和2年度補正予算が成立をしましたが、なお本当に多くの国民が非常に大きな不安を抱えておられます。そこでですね、緊急事態宣言はいつ解除されるのか、そして延長する以上ですね、国民が安心できる規模の第二次補正予算の編成を直ちに始めるべきと考えますが、いかがですか。西村国務大臣。お答えを申し上げます。緊急事態宣言を発出するに際して、その都道府県対象を指定するに際して、これは最初の時でありますけれども、感染者数、感染経路が特定できていない感染者の比率、媒介期間などの指標を考慮したところであります。特定、この緊急事態宣言の対象から外すかどうか、解除するか否かの判断にあたっては、直近2、3週間の新規感染者の数、感染経路が特定できていない感染者の比率などに加え、PCR 検査が適切に行われているか、医療提供体制が十分かなどに加えて、近隣の都道府県の感染状況等を踏まえ、総合的に判断していくこととなります。基本的対処方針においては、感染状況の変化、施策の実施状況等を定期的に分析、評価を行うこととされております。7日から緊急事態宣言の期間が延長されますけれども、その後の状況については、おおむね1週間後や2週間後などに、専門家の皆さんに分析をいただきたいと考えているところでございます。その際、急激に新規感染者が増えていれば、いわゆる特定警戒都道府県に移行することも考えられますし、また、一定の状況を満たせば、緊急事態措置の対象区域下の解除も考えられるわけであります。特定警戒都道府県においては、これまで同様の措置をお願いすることとなりますけれども、他方、特定警戒都道府県以外の34都道府県においては、地域の感染拡大や医療提供体制の確保状況等を踏まえながら、段階的に社会経済の活動のレベルを上げていくこととしております。今回の延長は、こうしたご指摘のあります、解除に向けて、段階的移行の1段階目と位置づけることも考えられるのではないかというふうに思います。いずれにしましても、収束に向けて全力を挙げて取り組んでいきたいと考えているところでございます。今後とも、どの程度長引くのか、どのような状況が変わっていくのか、こうしたことをさまざまなご意見を伺いながら、必要に応じて必要な対策を臨機応変にかつ果断に対応してまいる所存でございます。赤澤君、はい、国民がですね、少しでも安心して納得してですね、日々の生活を営めるようにしっかりとしたですね、説明と、まあ、予算の確保をお願いしたいと思います。併せて本当に手短にもう一つだけ伺います。感染者が少ない都道府県ほど営業や外出の自粛のストレスがたまってですね、反発が大きくなっている面があります。都道府県ごとの感染状況に大きな差がある以上、延長後、学校再開を含めてですね、営業や外出の自粛の段階的解除などは、名実ともに各都道府県知事の裁量に委ねられるべきと考えます。そこで、各都道府県の対応は違って当然であり、それが新型インフルエンザ等対策特措法の趣旨であることを、西村大臣に明言していただきたいと思います。西村国務大臣。ご指摘のとおりですね、特措法に基づく営業や外出の自粛の要請等につきましては、都道府県ごとに感染状況が異なることから、基本的にはこの都道府県知事の判断であるというふうに認識をしております。他方で、例えば隣県で観光施設が開いていると、県境をまたいでそこに人が集中するなど、生活圏、経済圏を考慮し、県をまたいだ調整なども必要となることもございます。こうした場合を含めて、国としては都道府県知事が適切に判断できるよう、専門家の意見をお聞きしながら、サポート調整を適切に行っていきたいというふうに考えております。赤澤君、はい、以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。次に岡島